ジャン君、おはよう。ジャン君、朝から大泣きだったんだって。パパが風呂に入っている間に、マオイママさんがトイレに行くと、誰もいない、誰もいないって泣くんだって。ご飯の時もだよ、父ちゃんはね。危ないよ、ジャン。ここ今、物がいっぱい置いてあるから、ね。ポンちゃん、どうにかしてやってくれる、この人。お姉ちゃんと、ね、だからって怒ったよ。お姉ちゃんだって、うん、ポンちゃん、ポンちゃんはポンちゃんでさ、ポンちゃんポンちゃんしまいたいのにさ、よいしょ、毛布の上乗ろうとしてるからさ、毛布ごめんねって言って乗る前にふわふわくんを出してあげたら、そこでね、ポンちゃんまたそこに乗ってくれたから、お布団くっつけられたよ。うちの子たちはちょっと朝から面白いよ。そして片付けようと思ってるカリカリを食べております。ジャン君、さて、今日は合唱団のクリスマスコンサートです。今からこれをやって喉を調整しますが、今11時で本番が3時ということで、そこまでこれが役に立つのかちょっと分かりません。ポンちゃん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 、ちゃんくんもおいで。おいで、ジャン君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 、ポンちゃん、ジャン君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 、ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君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 、ポンちゃん。
ジャン君、ポンちゃん、ただいま帰りました。はい、帰るなりトイレに入っちゃう、ジャン君。はい、お帰りって言って。ジャン君、ジャン君、おいで。不機嫌ですか？というより今寝てたよね。ここで二人で寝てたね、抱き合ってね。さあ、どんな感じだったかまた見てみます。